ございます。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。お願いします。ただいま。懐かしいけど、そんなに。まあまあまあ、そうやけど。お願いします。どうぞ。お願いします。先日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回も今回またやれて嬉しいです。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ早速座らせてもらいます。ずうずうしいな。言われてからずうずうしいな。ずうずうしいな。確かに。すいません、失礼します。お願いします。お願いします。お願いします。本当久しぶりの感じが。あ、本当久しぶり。いやいやいや。でも僕も前の動画とかずっと見てたんで、僕も久しぶりな感じしないですね。本当です。見返してたってこと。はい、めちゃくちゃ熱意すごいの、はい、カジナの時のとかでしょ、はい、あと笑い未来フェスの時も、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。結構あの明かりタグつけてる方たくさんいて、ライブとかの時にあすぐ分かりますね。だからキューブってすぐ分かるのでよかったなと思いますし、スタッフさんとかで つけてる方もいるので、ね、はいはい、嬉しいなと思います、ね、はい、今思えばちょうど1年前ぐらいで、ね、1年ぐらいかな。もうそんな経つのかって感じ。確かに確かに。そのぐらいか。ユーチューブぐらいから始まって、ですよね、ですよね。ちょうどね、12月あるんですよ、札幌。そうっすよね。そうだ。そう、この間データフォルダー見返したらそうやって、もう1年経つわと思ったんですよね。またでもこうして嬉しいね、今年ね。ありがとうございます。よろしくお願いします。それでまあ今回なんですけども、はい、前回の笑い未来フェスで、はい、キューブの皆さんから集めさせていただいたウェアがですね、はい、まあ、あの時あの30箱以上、ね、あの箱満載になりまして、本当に我々としてもありがたいなっていうことで、でなんとかですね、あのせっかく集めさせてもらった、うん、衣類を、はい、まあ、どうにかできないかみたいなのを、うん、実は社内でいろいろと話をしてまして、はい、で今回、まあ、オブさんとまた再度いろいろな取り組みができないかなということで、今日お集まりいただいた次第なんですよ、はい、まあ、こちらのプロジェクトはその回収した衣服を業者さんにお願いしてリサイクル加工して、それでまあ新しい製品へと生まれ変わるという、まあそんな取り組み の一環なんですけれどもね。そのリサイクルボックスは自然を愛する人のために生まれた。人と冒険してきたウェアが生まれ変わる。そんなボックスをウェアからウェアを作る Be Earth Friendly Recycle。 そのウェアは自然と共に生きていくっていうような。いや、ロゴかっこよCM 等々を流してですね、はい、前回取り組ませていただいたのは漁網のアップサイクルっていう考え方で、漁網、うん、はい、を回収したものを生地にして、まあ、皆さんの衣装にして、はい、それを着用してもらうっていうのが、まあ、一連の流れだったと思うんですけど、今回その今回はリサイクルっていうことで、笑い未来フェスで回収させてもらった生地、あれ大体30箱ぐらいありまして、はい、総数1000点超えっていうね、なかなか協力店のお店だったら我々直営でもあのボックス置いてるんですけど、はいはい、もう全然そんなペースじゃなくてわずか1時間ぐらいで1000点っていうのは驚異的な1分ぐらいあの1分数時間ですごいな。まあ、我々もね、実際にはライブで拝見させてもらいながら、はい、回収しているのも、はい、みんな持ってきてくれてるんだっていうのを、まあ、あれで生で見るとさらに衝撃受けたなっていうのはあって、はい、実はあの回収しているものっていうのは、あるリサイクルの、業者さんの方に送らせてもらって、はい、そこで今度は、細かく再生をするステップを踏んで生地になっていくような、はい、プロセスをやっていて、はい、でまあ漁網とはまた違った切り口で、皆さんが持っているものっていうのを、身近にリサイクルしてまた再生して利用しましょうっていうような、まあ、一つのプロジェクトなんですけど、前回のその反響をもとに何かないのかなっていうのがあって、はいはいはい、ちょっと提案したいなっていうのが、はいはい、T シャツ、でこれ、はい、まあ、同じものでちょっとサイズ次第です。ちょっと見本を持ってきたんですけど、はい、100% リサイクル。へえ、すごいな。いや、分からへんで、ほんまに。本当にこれはもう本当にリサイクルの、このプロセスで生まれた生地 100% で作った、はい、生地で作った T シャツなんです。
で、まあ、厳密に言うとですね、はい、この間回収してもらったキューブの皆さんが持ってきてもらったじゃあ服がそのままこれになったかっていうと、そうではないですね、うんうんうん、同じような考えで回収したものが、まあ、同じ流れで、まあ、一足先に T シャツとして生まれ変わっているものなので厳密にそこはリンクはしないんですけれども、はいはい、まあ、同じ考え方で生まれたこの T シャツを使って、うん、まあ、何かまた皆さんとできないのかっていうところを、まあ、ちょっと社内でも考えて、はい、まあ、今日話したいなっていうのがこれです。よろしくお願いします。お願いします。で、ご提案としては今これ無地の黒い T シャツの、はい、まあ、いわゆるボディですよね、はい、基本は前身頃に、まあ、皆さんに考えていただいたグラフィックなのか、はい、まあ、メッセージ系なのかは別にして何かできないかなっていうのを今回、持ってきました。あ、わかりました。どうですか？いや、もちろんやりましょう。めちゃくちゃ楽しみです。一番デザインセンスあるの？デザインセンスって言われると難しいんですけど、なんか味のある絵を描くのは佐野ですね。はい、いや、まあ、はい、まあ、画力は一番ないんですけどでもなんか、そうです、画力ないからこそのね、そうなんで、突飛な発想が出るのは、まあ、でも画力で言ったらもう全然もうホンダとかもみんなの方が全然あるんですけど、どっちが強いか分かんないです。はい、でも唯一こんな中で、まあ、アパレルみたいなやったことあるのは佐野が、うん、T シャツ作ったりとかは。ああ、そう、はい、うん、まあ、でも皆さんライブティーとかってそうですね。ライブティーを4人でこう考えてこうしたいああしたいっていうのもんで一番4人がこれにしようって言ったやつ作るので、それに関しては全員で作ってるので、そう言われたらもしかしたら結構得意かもしれないですけど、経験値はありますけど、でもあまりハードル上げるとちょっと困る、ちょっと怖いので、この後しんどいんでちょっとあんまり、はいはい、はい、これ T シャツの前身で、はい、一番大きいサイズが、はい、まあ、これちょっと A4 のただの話なんですけど、でかいな、最大のイメージは、これぐらいです、はいはいはい、ただこれは別に半分にしてこういうサイズでもできますし、まあ特に、ちっちゃくなる分には、うん、あんまり問題はないんですけど、はいはい、まあイメージ的にここに皆さんの何か今回グラフィックが乗っかったものを作れたら、うん、なんかまた何ていうんですかね、はい、次のステップっていうか回収したもののその先っていうのがまた皆さんとこうなんかやれたりするのかな。例えば1人1パターンを作ったとして4パターン出せるとかなんですか？それとも何パターン出すとかって決まってるんですか？大体我々がイメージしてるのは、まあ、2パターンぐらい2パターンいけたら、まあ、1個だとねもうそれだけに回っちゃって、じゃあ 2-2 とかで考えて2パターン出したりとか。じゃあ今の流れ的にちょっとここ投手で、俺じゃない投手でどっちでそう、なんか確かに4人で2つ作るよりは 2-2 で分かれて1個ずつ作る方がいいのか、うん、なんか面白そうだよね。やったことはないんですね。確かにペアで何かを作るみたいな、やったことないの。いつも4人で作ってるもん、うん、はい、それはなんか楽しそうではありますね。でもせっかくダイワさんとこう一緒に作るからオーブだけじゃなくて、やっぱダイワさんとこういうリサイクル事業だったらやっぱサイクルやってたら SDGs 関係のものでコンセプト決めては行きたいですよね、うん、ちなみにこれは、はいはい、なんかどういう感じで配られるというか売られるとかどういう感じなんですか？一般の方にも分かる可能性はまだ別にないわけでもないですか？それとも結構もう例えばいいデザインをキューブの方にこう投票で選んでもらうとか、はいはい、そういうのもありなんですね。あー、そういうこと、こわなんかいくもろいな、サバイバルみたいな。こうテーマとしては、うん、はい、キューブの皆さんから回収した衣服で、まあ、あっていうのが一つのキーワードになると思うので、国民投票ですね、そしたら確かにね、国民投票人生的には2回目来る、2回目のね、2回目来ると思わへんキューブとの絆みたいなところもテーマに置いてもらってもいいですか？ありがとうございます。絆、今結構いいヒントもらったし、ね、すごいですね、はい、どうするでも本田君言った SDGs ちょっとかけんのもいい気がするけどね、うん、なんかありますかね SDGs か。でも本当にそここだわらなくても全然いいので、大部さんのなんかもうこの取り組み自体が、うん、取り組み自体がもう SDGs なので、そんなにこだわらなくてもいいです。デザインにそこをリンクさせる必要も、はい、特に我々としてもむしろ、はい、あのオーブのメンバーの思いというか、うん、そちらの方でも、はい、いいです。
だからもうテーマというかコンセプト自体はそれで言ったらもう大まかに大和×オーブっていうテーマにしてみたいなのデザイン、あ確かに、ね、でいいんじゃないですか、のデザイン、大和×オーブね、すごい、うん、かっこいいですねそのままお互いのロゴになるいやめちゃめちゃでもそ超かっこよさそうだほんまにしてるけどそうめっちゃかっこよくないそっちで、ね、それでいいデザインで終わっちゃうそれ誰でもできちゃう、一番かっこいいんじゃない、誰でもできちゃう俺が欲しいもんその T シャツ、もうお前もう溢れちゃって止まんないんじゃない、いやいやもうでもあれなのよ、俺は具現化もできないそれは中川に頼む、ガラ怖いから、具現化ができないから、うわむずっ、中川もなバラの絵描く練習とか超してたから絵は上手くなった、中川バラしか描けないですよ、めちゃくちゃ下手なんですよ要するに、バラ要するに、バラの絵しかもう本当にフリーハンドで描いたのをそのままスキャンしてリアル感満載なのもいいですよ、いやでもいいですよね、めちゃくちゃ生物な感じの絵心ない芸人みたいな感じ、あみたいな逆に味がある、本当にそれ本田くんほんまに絵うまいね、これ4人こうあんまり出ない、いやでもこの人大丈夫、この人大丈夫、聞いてもそれ書けないから何する、大和さんってやっぱり作ってる絵に釣り竿を持ったりとかしてちょっと募集加工じゃないけど荒くしてキスバンドのキスとかそう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 バン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 ってでここにオーブーで大和って書いたら俺超かっこよさそうやった、あーでも、いいぞ、めっちゃなんかアメリカっぽい絵描けたら一番いいなと思う、ちょっとただファン T シャツだけどもうほぼすごい、なんか俺はわーってなったらすごい良さそうだなって思うよね、サイクル、うん、サイクルじゃん、うんうんうん、でサイクルで、うん、なんか人生もサイクルじゃん、そうだね、この輪廻転生、ね、輪廻転生とかあるやん、うん、で俺らのさ活動もさ、うん、まあ言ったらさ音楽もさサイクル、サイクル、あそうだね、流行りね、もうそう流行りしたりあるし、で昔の曲も別に時代関係ない、関係ない、もうなんかうまくこのこの堂々巡りをいいんじゃない、待ってちょっとねこうテーマだけ先あ書いていくわ、コインランドリーでそのドラム式で回してる中に音楽、あ人間、いいね、服、ゴミとかね、そう、ゴミとか漁網とかがコインランドリーで回ってる、ずっとサイクルしてで、このさ、これ全部ここをさ、もうそう、ランドリーにしちゃう、うん、だけにしちゃう、やっぱこうなんすよ、すごい、いやいや、すいません、ごめんなさい、まあ、この文字をデコレーションするとかっていうのがいいんだ、確かに意味わかる？シューター、んこの文字をデコレーションするっていう意味わかる？わかるわかる、そういうところ得意そうじゃん、シュートとか中に入れたり、このそうそうそうこれに巻きつけたりとかでしょ、おいいじゃん、それにツリーとか本当に売れるぐらいのやつを描きたいですね、じゃあこれを一個進行するとしてもあと一パターンどうしようかっていう、この辺に1個だけなんかこうインパクト強いかな、文字だけちっちゃいカゴみたいなの書きといて、あーいいねいいね、そのカゴのマークがオーブでいいじゃん、ああダイワかけるオーブにするんだ、ここに、うん、なんかダイワとオーブのなんかいい感じのオシャレな、いいね、あれありがとうございます、いただきます、いやいやいただきます、あで、この辺からこうやってタオルみたいなこうやって出てる上に1枚こうやって、うん、大丈夫です、あ、ね、あ、分かる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 、だからさ、ここら辺とかさ、うん、ちょっとあ、分かります、だからそこに物語作っていくとかね、海に狙ってたりとかしてさ、こんなの俺らが一番得意なんですよ、いやいやでもこれでいいじゃん、危ない、洗濯機に見えてるんですか、だとしたらまだまだ怖っ、洗濯機だな、洗濯機に見えてるんですか、ドラム式だとしたらドラム式に見えてるんですか、まだまだ、はい、ということで、まあ、ちょっと今考えている中でお互いがすごい進んだんじゃないですか、
はい、あれだいぶやっぱうちも、はい、溢れて止まんねえの。あ、やっぱ止まんない。やっぱこれを具現化するのに時間が足んねえから。あ、具現化する役がなくの。はい、何も心配だとんねん。いや、別に心配じゃないです。それ大変なんですよ。こっちもまあ、はい、結構出てきて、まあ、ちょっとじゃあ小耳に挟んだっすけど、すごそうっすね。そう、あれ、そう、いや、こっちも挟んでますよ、すごそうなんですか。はい、いやいや、まあちょっと楽しみにしてます。お互いちょっと楽しみにしましょう。じゃあちょっと一回これは僕ら側で持ち帰って、はい、ちょっと宿題、はい、はい、ということで、ぜひ皆さんもどんなデザインになるか楽しみにこのチャンネルをたくさん見ていただけたら嬉しいです。はい、ということでまだまだ続くので、ぜひ次回の動画も楽しみにしてください。はい、それでは以上、青森でした。